ここに書いて5%成長、貧困克服できない。うん。だからみんなそういうふうに計画を作ってるんですけど、やっぱりスキルあるさ、スタッフがいないんですよね。それとやっぱり大統領になりなんなり、そういうのは、そういうふうなこう、経済成長能力とかそういうの持ってないんですよね。だから日本はもう300億ドル全部そういうことに投資するべきだと思うんですけど、そんなことは発揮してないでしょうね。産業がないじゃん、アフリカ。鉱山資源とかほとんどうあった資源も。ん、あの、ってそうそう。ただ鉱山資源あるんだけど、彼らが自分でそれを管理して経営するスキルがないから、外国依存しちゃったり売っちゃったりしてるんですよね。で、現地の人はその会社のところの土を盗んで、金をまた作ってるとかね。その貧しいことやってるんですよね。これは産業がない。だから雇用を増やす必要がある。この図を見てくれればわかりますけどですね。バングラデシュって結構貧しいんですよ。レーバーコスト。ケニア2000ドル、タンザニア2000ドル。一応ピアノみたいな。お前何か体調崩したって書いてあるけど、どうしたの？いや、自走ケース。別に、単なる風、まあ、なんだろう、寒暖にやられてる感じです。風邪なの？僕も昨日ぐらい死んで、おととい死んでました、おととい夜。どうしたの？いや、なんか、鼻は出るわ。だるい。あ、じゃあせっかく、これ、どかしてももう、いいです。外のこっいいち音、の。どかして、いい音。せっかく来たからさ、はい。どうぞ、出してます。君、前の鈴木やりたいんでしょ？え？ いや、今日ヘロヘロです。あ、じゃあそこの鈴木聞いてる？アフリカの。いいよ、じゃあ鈴木やりますか？今、日本語でやってんだけど、今日。え？続きは、そうだ。面白いサイト見つけましたよ。面白いサイトっていうか、僕一生懸命今まで労力かけたら書き上げてましたけど、全部字幕で言うと全部書き起こしされてるところがありました。え？え？これ、いや、ちょっと、なんだっけ、なんだっけ、僕のもう話ピスを、タチオでも食ったら？いや、僕に元気ないんです。元気ない。本当に元気ないんです。もう執念で一生きた懸ね。命30分のために来ました、今日は。執念で来たね。はい。そう、来週も来れないと思うので、ああ、そうなので、ちょっと、ギャップがきすぎるのはちょっと悔しくてですね、なの。ああ。せめて今日はちゃんと数字を通すと思って。そうですか。すごい。なんかメール送ってきたね、大橋君。いくつか、はい。あなた送ってきたやつ開きましょうか？僕、それは、僕は今これ見てるのは、まだ送ってないです。今、ちょっと遠くですよね。もっとあるよ、その中に。お茶。全部何だったの？下に入ってる。上には入ってない。どれでもいいよ。下下、その、あ、右、左側は冷凍する。冷凍用に取ったの。すごいね。すごいね、大橋くんね。気持ちがすごい。はってでも来るみたいな。そうっすよ。日本帰ってきてから体調崩したの？そうでしょ。確かにそっから結構いろいろなんか、気温が、活動してたから風ね。も、台風も来てたし。そう、これ。海野さんの、じゃあさ、あなたそれをさ、はい。
Facebook にアップしてくれれば、俺で開いてあげるよ。あ、ちょっと Facebook、あ、メッセンジャーですね。ちょっと待ってください。うん、そしたら、これを開いて。うん、これ？なんで Facebook ないの？これ？この後、これ？これ？